寝ざった声で一緒に。平熱だな。ああ。で、顔どこが腫れとるって？なんかこの辺。ちょっと待って、デコ見して、なんか赤くなっとるぞ。なにこれ？なんかかぶれたみたいな感じだね。せせせ。痛い。うん、かゆいって感じ。鬼の爪のようになんか膨らんどるぞ。反対見してみて。あ、違うな。病院行ってこい、明日。あ、明日日曜日か。うん、なんだこれ、なんでこんな風になった？あのね、テレビの角でね、ぶってね、ふにかやくてこうやって書いてたらこうなってた。バイキング入ったんじゃないこれ。で、耳とかどうのこうのってなったさっき。なんか、腫れてるような。見してみ。ここら辺。いや、腫れとる腫れとる。反対見してみて。はぁ、なんだこれ。思いっきり腫れてんじゃん。反対見して。熱はないんだろ？明日どうなるかな？痛い？ちょっと、口開けるとね。あぁ、さ、やっちゃうかやっちゃうか。なんだろうな、これ、おたふくじゃねえだろうな。大人がおたふくっつうことはないわな。でもね、この辺もなんかさ、昼間より腫れてる。さあちゃがん、さあちゃがん。腫れてるような気もしなくて。俺もこれ顔面神経痛になったよな、前。でもこう腫れからはないからね。腫れからでも始まるっつうことがあるね、顔面神経痛。バイキンが入って、ウイルスが入って。でもおたふくは私子供の時になったことあるんだけどね。いや、とりあえずほいじゃあ、あの、明日、どうだろう。もうエレかったらあそこ診療所だったっけ。ああ、休日診療所。ああ、もう行くしかない。うん、ああ、もう明日が勝負だ。とりあえずもういいや、ゆっくり寝に。うん。はい。あれから2日目だけど、まあ一応毎日見とるけど。うん、ちょっとやっぱり腫れとるし、この辺もなんかしこりっぽいの。見して。こっちは分からんぞ。何こっち？ここが触るとし。あ、ほんのちょっと出とるな。うん、ああ、まだこう浮いとるな。ちょっと引いとるような感じ。あとここ、タブ、耳タブがなんか。耳タブ？耳タブ元々だよ。反対見してみ。反対と比べるとでかいよ。そう、うん、全然自分じゃ分からない。デコはお岩さんになってる。お岩さんよりはひどくないと思う。ああ、うん、自分は起きた。はい、今起きた。うん、ああ、じゃあもう行ってくるわ。はい、行っといで。はい、行ってきます。二人ともパパと留守番な。うん、ああ、ちょっとパパも今フラフラ。じゃあね、ちょっと何人帰ってこれるか分からないけど。あ、じゃあ気をつけて。また結果教えてな。はい。じゃあ行ってきます。あ、よし、じゃあパパと今日一生懸命遊ぶぞ。遊ぶ。分かったな。分かったら遊ぶパパな。よし、二人ともパパと今日過ごすぞ。ママ病気だからよくわからんね。これで今日一日パワーだ。パワーパワーだぞ。パワーちゃん、ガラナを舐めちゃいかん。どんなカフェインよりガラナが一番だ、個人的に。ええ、すごいことになってるよ、顔が。
もうこれじゃお嫁に行けないよ。こんな顔しとったらお嫁に行けないよ。この車で、この車で行くってことだな。こうやってブーンって行くでしょ。見て、ブーンって来てね、お友達と、お友達とこうね、廃墟に到着、入っていく。じゃあこれポックンね、これ廃墟危ないぞ。ここからこう入るだろう。そうするといきなりほら、目がない女性の霊が立ってくるの。これ目がない女性の霊が出てくるぞ。目がない女性の霊と鉢合ったらすぐに逃げんていうか、こうバーってバーって逃げんていうかね、こう逃げて帰る、こうやって。でも気づかずその奥に行くと、ほら犬の死体がある。見てね、腐敗した犬の死体、わかるか。ちっぱちゃんはまだまだわからんな。あれ友達いつまでもおったらね、ついにこう窓からね、見てほら、ぬーって顔が出てくる。こうなったら終わりだぞ。こっちからもこうやって扉がギーって開いてね、ギーって開いてた。で大きな顔がバーンって出てきた。どうする。ふとや先におばあちゃんが、老婆が出てきたりするぞ。廃墟はね、女の霊が目の前に立って、そしてね、顔にね、血しぶきがね、ブワーってね、かかってね、血がブワブワブワ、うわーうおー、これかな、何枚だ何枚だつって逃げるぞ。これ何枚だ何枚だ何枚だ、どう何枚だ何枚だつって、そして車の中に逃げ込む。ブーって逃げ込む。そうするとね、今度フロントガラスにね、手がいっぱいつく。ブワブワブワって、廃墟の帰りに事故るね。原因はパニクって、違う、パニクって貸して、廃墟の帰りにね、冷静に帰らんというか、たとえ幽霊がね、ここのね、こうフロントガラスに張り付いても冷静に、50キロのスピードで冷静に帰らんというか、ふわーってやると崖に落ちちゃう。わかるか。チュッパちゃんもね、チュッパちゃんはね、廃墟行っちゃかんぞ、危ないからね。わかった。廃墟っていうのは一番怖いのはな、物が崩れたりね、こうほら、これが崩れたりして落とし穴とか入ったら怪我する。それが一番怖い。あとは全部怖くないね。いいじゃん、秘密基地はな、男の隠れ家だぞ。そう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 。合言葉は山、山ときたら海、グミじゃない、川。山、海、川、合言葉、うん、合言葉がないとね、入れちゃいかんだよ。秘密基地、お菓子持ってかんって感じだ。お菓子、うん、父ちゃんようやっとったよね、団地の地下室の中に入ってね、秘密基地を作ってたよ。作ってた。そう、ちょうどいいね。ね、作りたんだわ。それ秘密基地持ってて、こっち持ってて。そう、仲良く入るんだぞ。誰にも教えちゃいかんだぞ、秘密基地。バイクで行きゃいいやん。そう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 。秘密基地に行くぞ。岩が邪魔。そう、はい、女の子を迎えに行って。入れません。はい、餌漬け全部ダメ。1個。ポックン、私たちチュッパちゃんに1個。ポックンはパパが食べる。僕、はい。あんさん、あん。はい。あ、食べた。食べたんじゃないの今。あんさん、あん、あん、あん。はい。あ、まだ食べたいよ。分かった。じゃあ1個だぞ。あんまり食べるとママに怒られるな、うん、はい。これ食べたらじゃあ片付けね。これ廃墟になったらどんどん幽霊が出てくるぞ。女の幽霊がここにもおった。最後の1個自分であげたんだよ。これパパは僕に最後の1個あげたんだけど、
コアラのマーティーね。でも あなたさ、チュッパちゃんにあげたじゃん、自分で妹に。はい、一個ってもうないって、あれ最後だって、さっきのがないって、自分であげたじゃんか。自分であげたでしょ、妹に。ないっつってんじゃんか、もうさっきの、さっきので終わりなの、最後の一個で。もう見てみん、これ見てみん、あなたが最後の一つあげちゃったもんね。ないよ、もうダメだよ、取っちゃ取り上げちゃあかんよ。自分で開けたでしょ。なあ、取っちゃったな、兄ちゃんがな。あかんよ、取っちゃ、自分で開けたやつ。もうお菓子ないよ、もう。よし、片付けして。じゃあ、ポッくん。前、自分で片付けしたってママが言う。すごい褒めとったぞ。できるのやってみ。ちゃんと見て覚えるだぞ、ほら。ちゃんと見て覚えるだぞ、兄ちゃんが取るので。この2つ買ってくれ。広いやん、できるやん。ポック、僕できるやん。パパ、大好きよ、僕。できるじゃんか、もう。僕も。パパ、僕大好き。大好きよ、パパに。片付けできるじゃん、片付けできるやんか、ここ。嬉しいこ、これほど嬉しいことはないぞな。はい、帰ってきたよ。ただいま。何も食べてねえよ。だって口動いとるじゃん。もぐもぐやっとるだけだって。ただいま。なんかエラ薬もらってきたね。なにこれ、痛み止めも塗り薬もあるから。塗り薬、うん、何だったっけ。体状疱疹。何体状疱疹。ちょっとかゆいんだよ、顔に出たってこと。体状疱疹なのそれ、うん、大丈夫か。熱はないんだろ。熱はないの。じゃあ母ちゃん、待って待って、見して。ここから、あ本当だ取って検査してすぐ、うん、帯状疱疹だねって言われたもん、ね、これ何、耳の下もそこまでいっとるってこと。要は帯状疱疹って神経だもんね。さ、どっちか片側に出るんだって。私は右側に出たって。よかったな。俺は帯状疱疹の顔面神経痛だったじゃん。違う、なんか最初内科に行ったんだって最初ね、うんうん、そうしたらさ、一応症状も説明したらさ、これは帯状疱疹だね、皮膚科に早く行った方がいいよって言われてさ。ああ。で、別に紹介でも何ももらってないよ。うん。まあ、なので、それで、行く皮膚科に行ってさ、うん、そしたら、うん、帯状疱疹だねって。で、ここから、ね、取って、でもう、先生が。取ったって削った。そうそう、直に顕微鏡で先生が見とって、もう帯状疱疹だねって。そのウイルスがおったのかな。そう。で、何、耳までも広まったってこと。耳までとかそんなことは言ってないけど、どっちにしても神経の全身に行くから、ああ、結局はその神経を通してっていう感じになるから、それで帯状疱疹。生活に支障は、痛いとか痒いとかそういうのが出てくるよって。赤いの、あらら、伸びてきたな、うん、これも帯状疱疹のあれだもんで、なので目薬ももらった。帯状疱疹か、うん、だもんね。痛み止めでロキソニンももらったもんでさ、あと点鼻薬、私アレルギー性鼻炎だもんで点鼻薬ももらった。なにこういう時に出ちゃうのかな。要はあれなんだって、みんな水疱瘡のウイルスがあるのに、小さい頃になったりして、それがただ表面化してないだけで、弱った時とかに一気に出てきて、それが帯状疱疹となるから、それが今回こうなった。でまた3、4日後先生がまた症状見たいから来てって言われた。で顔が梅干しのようになってるけど痒いの。いやどこが痒い。あ、血が出る、気をつけろよ。
お岩さんになるぞ。そこまではならんと思うけど。なるわ。ドロドロに溶けていくかもしれない、うん、まあほんとゆっくりして、うん、はい。お岩さんって言っちゃかんぞ。お岩さんね。お岩さん言っちゃかんって言って。